こんんにちは、YouTube、の皆さん高橋ダンです速報、もう数分前に出てきましたよ、出てきたばかり、日銀の発表が来ました、もう巨大ですね、今月、日本人にとって一番大切なイベントです、そこを今日中身だけではなく、今までの背景ですね、どうなっているのか、上田総裁の発言とか、副総裁の発言とか、経団,経団連の,の発言とか、今後の展望レポート、それと、 僕の予測、今ドル円が結構動き出しているので僕はこれからドル円が反発すると思います。その上に今日の他のニュースも全部含めて展望していきたいので最後まで聞いてみてください。皆さん、リマインドですけれどメリークリスマス。右の画面見てください。僕が創業した投資を学べるポストプライムというアプリではまもなく新しい公式チャンネルの価格を100円から1000円に上げます。でここあと まもなくです。あと数日後に22日で上げる予定です。値上げ前に無料体験すればクリスマスセールでこの超安い価格を維持して登録できます。ラストチャンスで概要欄のリンクで無料体験してみてください。実は公式チャンネル概要欄の方を見てください。YouTube の概要欄の方を見ると6つありますで。この6つ、今も特別安い価格で値上げ前に無料体験すると全部 お得で超安い価格が維持されるので僕もちゃんと出演をしてますので全部皆さんたった数百円なので無料体験をますここは値上げ前に概要のリンクで6つチャンネル見てくださいもし興味あれば僕のチャンネルもあります僕のポスプラチャンネルでは YouTube で話してない一番好きなチャートを毎日分析をしてます特にここの1ヶ月間は ラッスル18%と当てましたそれ以外に当てたのは今はホットですよパラジムもここの数日間で20%当てたし先週はシルバーも8%その前の週は実は砂糖も15%ですなので YouTube で話してない結構特殊な分析です僕のチャンネルも無料体験を概要ルのリンクでぜひ検討してみてくださいさてここ日銀の発表だけではなく今回すごく大切なのは背景です 背景っていうのが大切。実際の発表の前にいろいろとイベントが実はあったので、そこを説明して、その後に発表、それと僕の予測、展望をしていきたいです。まずすごく大切なのは、これって12月の上旬から背景があります。これ、日銀は参議院財政委員会というものに上田総裁、まあ、日銀のボスが出席をして、今後の政策運営に対して、 チャレンジングな状況が続いているが、年末から年始、来年にかけ一段とチャレンジングになると思っていると述べました。これを言ってしまい、相場は大げさになって、わ、wow! お年末か年始にマイナス金利が解除されるのではないか、もうこれはもうすごく早く来るのではないかという、どん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 と予測が高まってきたんです。しかも、 副総裁、氷見野さんもう同じふうに彼もいろいろと言及をしています。特に金利上昇のメリットを何回か話してまいります。ここを特に出口のタイミングと進め方を適切に判断するだろうというふうに述べ、あとは出口を良い結果につなげることは十分可能。しかも 低金利が続く環境と比べれば銀行経営はずっと成り立ちやすくなると言っていますここの低金利が続くと金融機関にはやはり負担が出るのでやはり金利を上げたいという見方を出しているその上に1週間後にはなんと経団連の会長もこの大規模緩和はできるだけ早く正常化をしてくださいということも言っています、まあ、いろいろとプレッシャーが来ているんですね でその上に面白いのは今回の決定会合では実は久ししぶりになんと大臣が出席しています、はい、今回は大臣が出席することも実は数年ぶりでそこもみんな大げさにしていてあれちょっと待って今回これは何かイベント何かここは実際に発表があるのではないかという期待感がすごく高まったんですね。 その上に背景としては今回は展望レポートはないしです展望レポートは1月4月7月10月だけなので展望レポートには今後の経済物価指数の見通しこれは今回ないですねはいそれと今の物価指数を見るとどんどんと実はここの10か月間下がってる傾向になってますまずまだまだ日銀の 予測、まあ、日銀の目標の2%以上だけど下がっていることが見えます。まあ、さかととここを全部背景を飲み込んで発表、Nothing。はい、僕が見ているところ、何にも変わっていない。いや、これ、その通りだと思うよ。まず大きな大きな変更するのは大体先ほど言ってたように 展望レポートを出すときにだいたい利上げなどをしてます。これが今までよく起きたことですね。よく起きていること。だいたい展望レポートを出すときに物価とか経済の見通しを数年後するときにそのときに大きなチェンジをするんですね。ただし、去年の12月に前回の黒田総裁がサプライズで YCC を利上げした。YCC っていうのは 10年の利回りの利上げを発表してしまったんですで。そこが大きなサプライズだったんですね。展望レポートじゃなかった。だからこそ今回はちょっと期待感が高かったと思います。だけど実際中身を見ると今回の日銀会合の公表文なども少し僕も先ほど読んでたんですけれどなんとなくここは今後のリスク要因についてっていう 文章がまだ書かれてある。ねまあ、経済はちゃんと緩やかに改善して個人消費も物価高も来ているよともうどんどんポジティブに言うんですけどさ一番最後の方で一番同じことを言っています。今後のリスク要因について海外の経済物価動向資源価格の動向企業の賃金価格の設定動向が我が国経済をめぐる不確実性は極めて高い。 と言ってます今後の政策修正は鍵は賃上げ同じことですなので今見ている相場は今回の12月で何かのサプライズがあるという期待感が高すぎたと思うなのでその影響としてドル円は今回は短期的には僕は反発をすると思います で今回、今の反発をするとき、どこまでするのかが重要ですね、今は1月か4月にこのマイナス金利を解除すると予測がすごく高い、ものすごく高いで、これがものすごく高いところを見ていると、特にここはドル円は、今は円安に数日間、僕はなると思っています。 その上に僕としてどういうふうにここを投資しているかというと僕はまだマイナス金利は解除されると思うしそれだけではなくこの YCC10 年に回りも利上げが起きると思います YCC というのは10年に回り長期金利の方ですここは今約1から1.5%の上限を日銀は設けている短期金利 の方は今マイナス0.1%みんなが大騒ぎしているのはこっちの部分ですこれが上がるのは僕の予測だとおそらく多分はい来年の4月ぐらいになると思うこっちの方 YCC を解除するのも実は多分来年のどこかの夏ぐらいあたりに僕はなると思いますつまりこっちの方短期金利をまず上げてその後に YCC を僕は上げていくというふうな状況になるとは思っています。なので、どう見ても金利はこれから上がると思う。で、この今の日本の10年利回り0.64%は僕はここから1.5%を超えると思います。で、ここ、リマインダーですけど、金利と券っというのは逆に動いている。つまり、金利が上がるということは 価格がどん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 下がっている同じことなんですなのでこれからは日本の国債価格はどんどんと下がって金利は上がると僕は思ってますただし今だけちょっと期待感が高すぎたなので僕は実は今みたいな状況だと日本の国債は一時的に多分反発すると思うで反発するときに 売りに行きます理由としてはまだ来年はちゃんと利上げはあるからだと思います。で逆にアメリカの債券はまだ短期国債は買いまくっています。ここの数ヶ月間ずっと買いまくっています。アメリカ債権を買い、日本債券を売り、ここのスプレッドを僕はまだ同じふうに取って 続けていますここをもうちょっと説明をしますしドル円にどう関係あるのかも説明していきたいと思いますちなみに皆さんこういう債券とか商品とかいろんな特殊な銘柄を全部取引できるところは今日のスポンサー ID 証券ですで ID 証券はすでに口座を持っていても概要欄の特別リンクを使って 新しい口座開設をすると3000コイン3000円もらえます。すでに口座を持っていても、ご家族や友達、シンク口座開設は可能。新しい身分証明書と新しいメールアドレスがあれば、 新しい講座解説がちゃんとできます。完璧に無料、数分間ですぐ終わるので、概要欄のリンクでご覧になってください。こちらの方で日本の債券、アメリカの債券、ドイツ債券、イタリア債券、全部取り引できる、僕がよく話している特殊な銘柄シカゴ、生牛とか豚肉とか天然ガスとか、ね、 ウランとかこういうの全部取引できるのは IG 証券以外にないです。香港とかブラジルとかウィーケンド指数とか。なので皆さんぜひガ要欄のリンクでこの3000コインというキャンペーンも終わる前に新しい新規口座開設を新しいメールアドレスを新しいメールと身分証明書でガ要欄の方でやってみてください。もし興味あればコモディティ。 ククリックなども使ってますここでガソリンとかヒーティングオイルとかコミュニティとか取り引できますし外為 GMO の方でもいろんなコモルティを取引しています。マネパートナーズの方では暗号資産を取引しているので僕が使っている証券は概要欄の方でご覧ください。さてと僕がさっき話してたことは大まかにまとめると今は期待感がちょっと高すぎるのでここは今日銀が今回に サプライズで利上げをするという期待感が高すぎるということです。で、利上げがする期待感が高すぎるという証拠はいろんなところにあるんです。で、先ほど言ってたように、まず一つのところであったのは、利上げがすごく高い、まあ、利上げをずっと期待をしてたというのが、ここの金利です。金利が特にここはどんどんどん,どん上がっていて、特にここは5日から 11日の間に金利は結構大きく上昇してた、まあ、金利が上がるという予測になったのでどん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 と金利が上がってて価格が下がってたんです債券で僕の予測だとこれから逆が起きるみんな安心感としてあ債券をトレードしている人たちはじゃあ日本の金利は当分また上がらないんだと思い多分年末までどん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 と 金利が下がっていいくと思いますで金利が下が下ると価格がどんどんと上がっていきます。でこれが上がるとははい僕は売りに行きますなぜかというと金利はちゃんと上昇するので金利が下がっている時にやっぱりショートしたいです。まあ難しく皆さん考えないでください。 今はここのちょっと期待感が高すぎたのでこれから債券の価格が上がりますので僕はショートしに行きますっていう簡単なお話です。で、なんでこの期待感がそれほど高いかというのは特にドル円がすごく注目。ドル円の今のボラティリティを見てるとこれがインプライド・ボラティリティオーバーナイト・ボラティリティなんですけど変動率 っていうふうに見ていいです。考えていいですね。どれだけ変動しているのか。ここの今、指数を見ると、今年の7月と同じぐらい高さです。すごい高い。で、7月の時に、決定会合の時には、実は展望レポートもちゃんとありましたけれど、その時に日銀は金利を修正しました。7月覚えてますか ?7 月の時に、上田総裁。 は国債を買い入れる指し値オープンの水準を1%に引き上げたんです7月に0.5%から1%に引き上げた大イベントだった今それと同じ程度にドル円のボラテリティが高いですすごくすごく高いでこれ高いっていうのはみんな何をしてるのかオプション相場を見るとこのリスクリバーサルっていうものがあるんですけどいわゆるこのリスクリバーサルのポジション もう7月と同じぐらいの低さドル円のリスクリバーサルというのは特にここはドル円が下がるという賭けですつまり円高にかけているポジションが今すごく多いですで円高というのは特に金利が上がるっていうことなんですね大体いい金利が上がるときここは短期金利でも長期金利でも円高になりやすいんですまあ通貨高になりやすい日本だけではなく各国なのでそうなんですね なので今はどんどんとみんな円高にちょっとかけすぎていたと僕は思うので短期的には円安になると思います陶器数字も日本円で見るとシカゴ取引所では これはずーっとすごく円が売られたんですけど、ここの2、3週間で結構円が買われていましたので、もともと極端に売られていたのが、なんか元通りのここの1年間の平均に戻っています。アメリカドルを見ると、アメリカドルはそれほど動いていませんので、今のドル円の動きを定めているのはおそらく日本円の方だと思います。ドドルル円っていうのはドルが 分子日本円が分母ですね。なべく両方とものこのポジションを確認する必要性があると思います。さて、これを全部聞いて、段のポジション、僕は何を考えるのか、まとめとして、ここを今見ていて、僕はこれからドル円は反発するとも、で、ドル円が反発して、円がどんどんとまた短期的には 安くなると思うだけど、来年にはまた円高になると思います。つまり、ここ反発するときには、できるだけ資金を僕は実は円に戻すチャンスだと思う。ドルを持っている人たちは円に戻すチャンス。まあ、つまり、円を買うチャンスが出てくると思っています。ポストプライムの投票率チャート見てください。ここは誰でも上がると下がるという投票ができます。上がると今日押しました。489人が上がる投票ですね。 これを今見ていると32%です。上がるという投票が今すごく低いです。ここから反発すると僕は思います。30日間で見ると33%、ここもすごく低いです。これがだいたい低い時に買って高い時に売るとほとんどの銘柄で当たっています。これは今めちゃくちゃ低いです。今回の低さは7月の9日、それと3月の下旬と同じぐらいの低さで。で 7月のここ9日と3月の下旬両方とも見てると素晴らしい買いチャンスだったなので僕は短期的にドル円は同じふうに反発をすると思っていますなので反発するときには、まあ、まずドル円を買うことも短期トレーディーでできるけど特にドルを持ってる人たちまあ僕は特に1年ぐらい前から 特にドルに動かそうとずっと言っていましたね。で、150円から155円ぐらいまでいくという予測もしましたね。で、数週間前から言ったのは、来年はまた138に行くと思います。なので、こういう短期的に円安になるときには、できるだけドルをまた円に戻して、円に戻して円高に僕はポートフォリオにかけるべきというふうに長期投資で思っています。皆さん、 ここの右のツールは投票率ツールです。で、ここすべての銘柄で使う。で、使う理由としては、この右の画面を見てください。世界のほとんどの人は投資のやり方を間違っています。イェール大学の調査によると、毎月の積み立て投資をする場合が黒い線。で、相場が下がったときに買った場合が赤い線。明らかにこの下がった場合に買ったときだけは、ここの赤い線の方がパフォーマンスが上がっています。ここ、市場の心理が低いときに買う。 これがウォーレン・バフェットのスタイルです。で、この投票率ツールで低い時に買った場合と高い時に売った場合、ほとんどの銘柄で当たってますし、しかもこの通知ツールを使うと割安チャンス、割高チャンス、良い時にポストプライムがあなたの携帯とパソコンに通知を送ってくれます。しかも様々な銘柄のランキングも見える投票率の方で。例えば、 割安がピンク色、ここが投票率が低いところですね、ピンク色。割高がオレンジ色、投票率が高いところも教えてくれます。この機能の使い方は全部僕のポスプラチャンネルの 2番目の固定投稿の3分55秒からちゃんと無料で説明しているのでぜひ皆さん使い方を習ってみてください。全部この機能はメンバーシップで使います。メンバーシップは全てプライム登録も最大28%割引もらえますし、プラチナとゴールドはこれから後、実は来週ぐらいに新しい機能を追加します。値段も何も上げません。なのでメンバーシップを楽しみにしてください。概要のリンクでポストプライムのメンバーシップも興味あれば見てください。So, 円に戻すチャンスがよううやく来ると思うどのぐらいのレベルでここを戻すべきなのか僕は今ドル円を短期的に見ているとここのチャート戻りましょう今の水準を見ているとおそらく大きなまず一つのラインがここの145円になると思う145っていうのはすごく大切7月で頭をここで打ちました、まあ、なのでまでは 行くんじゃなないいかなと思いますそこ以上もし145を超えた場合は次のレベルがおそらくここのかからぐらぐい程度ですかね特に147.3っていうのがここは12月では大きなラインを切って下落した時それとか、まあ、9月とか10月でも何回も抵抗レベルサポートレベルであったのでまあ 147.3ぐらい147.5ぐらいが最高だと思います150までは多分戻らないと思うんですでなぜかというとドル円はやはり日本の金融政策とアメリカの金融政策を両方とも見ているで今このドル円が下がっている理由は大きな理由はまず日本の これから利上げがあるとみんな予測している。だけどもう一つはアメリカの利下げがあるというふうに予測している。利下げだと利上げの逆で通貨はだいたい下がる。なんでアメリカドルを売っている投資家たちが今世界にすごく多いんです。これおそらくあると思うんですね。なんでアメリカドルは多分下落を続くと思う。ってことはここは150円までは戻るのは難しいと思うので僕としては145円。 円ぐらい円この2つのレベルで僕はドルを円にまたもっと戻そうというふうに思っています。でこれから円を持ちます。なぜかというと長期的には円高が続くと思っています。それが今ここの赤い部分で現金の部分ですね。あとは国債を僕は大量に、はい、投資はずっとしてきました。特にアメリカの短期国債だけど日本の 国債の方も売ってます。ただこちらの方は短期投資の方で日本の国債を売ってます。株の方はイマージングマーケットを持ってます。日本銘柄も持っているけれど、でアメリカはちょっとだけです。左側。で右側はコモルティが大きいです。20%程度で。暗号資産がまあ10%程度であります。そこの今日の部分を見ていて、特にここは今日面白いと思ったのは、 またまたちょっと今日のニュースを見ていると今日はサンフランシスコの連銀総裁がまだまだ利下げは来年必要というふうに今日言っていました次から次への方が結構どんどんと利下げをアメリカに今織り込みを強くしていますでここをちょっと警戒している方もいる例えば元 ニューヨーク連銀総裁ニューヨーヨク連銀総裁はすごいパワーを持っていますね。ニューヨークはやっぱり大きな経済を支えているニューヨークシティがあります。僕もニューヨークシティで10年以上住んでました。ビル・ダッドリーという元連銀総裁も今日言ってたんですけど、今日インタビューでは、今すごく金利を下げるという期待感をすごく高くしているの。なので、またまた来年にはサプライズがあるのではないかと言っています。なので、そこも僕としては来年ボコボコとドルウェンは多分動くと思う。なので、 今回がラストチャンスではなく、多分またまたまたドル円が反発するチャンスは来年もボコボコと来て、どんどんとドルを円に戻すチャンスは来るんじゃないかなと思ってはいます。そこ以外に今日のニュースを見ていると、今日の相場は横ばいの動きだけど、ナズダックは0.6%上昇しているヨーロッパ0.6%と下落ちょっとびっくり日経平均は今日反発しているおそらく今回の 日銀の決定会合はポジティブだと思うちょっとネガティブスタンスでみんな警戒感を持っていたのでこれは do nothing で何も政策が変更されてなかったことはポジティブに捉えられると思います香港が今日ちょっと下がっている状況であります今日米国株を見ているとほとんど強かったんですけどアップルが1%ぐらいと下がっていました理由としてはこの新しいアップルウォッチ シリーズ9とウルトラ2が実は米国で販売停止になりました。ここは特許の問題で、こは特許侵害というふうな今、疑いが調査されているので、これはメジャーなもう180億ドルぐらいの収入のビジネスに対して今はちょうどクリスマスシーズンに停止されてしまって、ここは最悪の状況だと思っています。まだけど、それ以外は米国株は元気で、正直言うと、 アップルがたった1%しか下がらなかったのは実は結構ポジティブだと思っています。はい、あと今日の経済イベントポストプライムの AI 人工知能キャラクターが教えてくれると今のドル円ェイ、まあ、143まで上がったんだすごいねあとは今なるほど割高は米国株 S&P500 です。 注意しているで今日のイベントは日銀の金融決定会合です。もちろんですね。はい、ここ毎日目覚ましとして使えますで。目覚ましの時間にいろいろと経済の状況を教えてくれる。ステージもあるんですね、キャラクター。どのキャラクターに当たるのかわからないんですけど、ステージごとに話す内容が変わるので、無料でも使えます。AI キャラクターも。 ポスプラで使ってみてみください今の話題、ほとんどの投稿を見ていると、今日はドル円とか日本の決定会合ばかりにお話がありますね。まあ、そこはまあ予測通りですけど。イベントを今見ていると、実は今夜7時にヨーロッパの物価指数もあります。これ一応見ておいてくださいね。ヨーロッパ株価って今ものすごい上昇。まあ、アメリカ株もすごい上がっているんだけど、ヨーロッパ株もすごく上がっているので、 ちょっとだけでもネガティブが来た場合、ヨーロッパ株はまた下がってしまうと思うので、それは少し注意するべきだと思います。まあ、昨晩ヨーロッパ株、ちょっと0.6%下がって、そんな大したことないかもしれないけど、この1ヶ月間、米国株以上に上がっていると思うので、そこは注意した方がいいと思います。あと、今、イベントを見ているところですと、うん、水曜日はイギリスの物価指数発表。 中国のプライムレートの発表、今特にここ、プライムレートをどん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 と中国は金融緩和をしていて下げてるんですね、そこが注目。木曜、アメリカの GDP、確定値です。確定値、そんな重要じゃないと思う。速報値がもう2回出てるので、3番目の確定値です。そんな重要じゃないと思います。重要なのは金曜日に日本の物価指数が発表、日本の今回の日銀決定会合の議事要旨、中身ですね。はい 今回の声明文とか公表文ではそんなに長くないので、細かいところを見たい方がすごく多いと思うので、金曜日に朝にこれが発表。あとは金曜日の夜にアメリカのコア PCE 物価指数が発表。特にこちらの方はアメリカの中央銀行が一番注目している物価指数。なので、それが今のところのイベントの スケジュールだと思いまょ、まあ、今日他にそこ以外に僕が注目しているといえばいくつかチャート見つけました一つとして面白いと思ったのはここですね特に今暗号資産ものすごい上昇してたんですけどやっと流入から流出が出てきました先週。久しぶりに これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。10週間ぶりくらいかな。すごいです。なので、これは少し面白いと思いました。もちろん、暗号資産も僕も注目しています。来年には、特に今は、3月ぐらいかな。3月末か4月の上旬にハービングがある。このレインボーチャートを見ると、大体ハービングするときには大きく上がるので、また今回また下がるとしたら、実は買う面白いチャンスかなというふうには思っています。まあ、そこ以外、今日は相場は 日銀にほとんど集中なのでまあコモリティとかは大体今は静かですけど今コモリティのチャートのここは投機筋も見ると特に原油がめちゃくちゃ低いのでこれから原油も買おうかなというふうにはちょっと頭の中では想像をしています。リリマインドですけど皆さんこののポートフォリオの中 僕の長期と短期としては今国債がすごく最大に大きいです。この赤の部分。特にアメリカ国債を大きくと買っています。これはアメリカ国債の下落は1800年代以来の一番でかい下落で5%程度もらえていたから大量に買ってました。今まだ上がると思っています。しまだここは中央銀行。 が、利下げをするときには必ず金利も下がって価格は上がっているので、まだここはちゃんと自信があります。それと、ポートフォリオの方でコモルティも今は結構大好き。暗号資産はやっぱり下がらないと買っちゃいけないと思います。コモルティの方は好き。コモルティはまず来年アメリカドルが下がるとしたら逆に動いている、このチャートの通り。今はアメリカ株と比べて70年ぶりの割安。 だけど全部コモィティを買うというわけではなくできるだけ投票率、まあ、市場の心理が低いところに手を出すべきだと思ってますね。天然ガスとか豚肉とか清牛とか、ね、こういう砂糖とかまあこ,こいう,う,う,うを見ながら、えーまあ 面白い。コモディティを見つけて、ポートフォリオに追加するのは、今はいいと思っていますえ。最後に、左の株はイマージング・マーケット。まあ、株も本当に寄るんですね。ブラジル大当たりでした。嬉しい。だけど、今は全然割安。まあ、まだ割安なんだけど、すごく上がったので。 できればまだ上がっていないものに注目をしていきたいと思っています。はい、えー。なので皆さん、まあ先ほど僕が話してた銘柄は、今日のスポンサーで先ほど言ってたアフィリートで全部取引できます。香港、ブラジルとかね、パラジウムとかどうのこうの。なので IG 証券も概要欄のリンクで3000コインをもらえるので、新しい口座開設を、新しいメールアドレス、新しい身分証明書、 追加講座解説をあなた、ご家族、友達もガイドのリンクでキャンペーンが終わる前に検討してみてください。それ以外には今日、具体的に話していない銘柄とか戦略とかタイミングもう聞きたければ YouTube ではなく僕のポスプラチャンネルでお話をしているのでそこもガイドのリンクで無料体験してね。それと最後にリマインダー特にここの6つのチャンネルはこれから値上げをするので値上げする前に無料体験すれば 今の価格がずっと維持されるのでそこもぜひ検討してみてください。特に今はこのニュースで英語を学ぼうというのが大大人気です。それと再建チャンネルも実は 大大大人気です。え、実はここの新しい FP のチャンネルも結構今伸びてます。来年から NISA とか拡大したり税金もいろいろ変わるので、まあ皆さんこれ全部超安いので、値上げする前に数百円だけなので、無料体験も概要のリンクでしてみてください。Thanks so much guys! 宣伝がこの頃多くてすみません。特にクリスマスシーズン、年末になると、やっぱり会社の運営としていろいろと PR しなくちゃいけないです。僕も別に毎日宣伝した,くしたいっていうわけではないです。ただ ただし成長をしなくちゃいけない。で、もらった収入、皆さんからこういうもらってるアフィリエイトとかポストプライムの登録とかメンバーシップの収入はほとんど会社に全部またぶち込んで投資をしています。素晴らしいプラットフォームを作りたいです。今はまだ初期段階です。で、本物の AI、神みたいな AI、予測を本当にできて何も考えなくていい。 相場を全部機械学習を全ての銘柄でできる強い神を今作ってます。投資の神様です。ここは半年間ずっと開発を進めてみました。多分もう半年間かかると思いますけれど、そこはポストプライムでリリースを来年するので、楽しみにしておいてください。それ以外にいろいろと新規授業も作ってます。日本人もどんどん採用してますし、革命的な技術。 をいとと作っててるのでそこも色々と楽ししみにしてください来年は結構いろいろとイベントがあると思いますしポストプライムとか僕もニュースに出ると思うので皆さんもご楽しみにしてください。Thanks so much guys 今日はちょっと寒いですねめちゃくちゃ寒いです、えー、僕もまた今夜フットソロルをしに行きますこの頃フットソロルにはまってますねちょっと寒いんですけど楽しいですあとは来週に僕の弟と妹がアメリカに来るのですごく楽しみです初めて 弟と妹が日本のお正月を経験を僕と一緒にして、えー、妻の家族と一緒に過ごすんですね。ちょっと面白いいろんな日本の食べ物とか食べるので、それも初めて、実は今年は初めて、娘のミア、高橋ミアと一緒にやります。なので、まあ、家族みんなワイワイ騒いで楽しみにしてます。Thanks so much, guys. 最後まで聞いてくれてありがとうございます。I love you guys all.Talk to you soon.